マイケル・ジェローム・レストビッチは、アメリカ合衆国ミネソタ州出身のプロ野球選手。1997年に、地元ミネソタツインズからドラフト2巡目で指名され、契約。2002年に、ツインズ参加 3A で29本類が、98、打点を挙げ、シーズン終盤の9月18日にメジャーデビューを、果たした。その後、タンパベイデビルレイズ、コロラドロッキーズ、 ピッツバーグパイレーツ、シカゴカブスでプレー。2007年はシーズン序盤にはシントンナショナルズでプレーしていたが打率143と不審で5月に 3A に降格。3A では97試合に出場し、打率270、20本塁打、58打点を記録した。メジャー通算6本塁打ながら、マイナーでは通算175本塁打を打っている。 2008年、福岡ソフトバンクホークスへ入団。キャンプでは、大貞治監督にバースになれると太鼓板を押されたが、シーズンではあまり打つことができずに1軍と2軍を行ったり来たりする状況が続く。ペナント終盤には米国へ、家族の葬式のために帰国し、結局10月12日に解雇された。2009年1月、シカゴホワイトソックスとマイナー契約を結ぶ。 スプリングトレーニングに招待選手として参加し、参加のトリプル A 級シャーロットでプレー。2010年1月8日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約。2011年はシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結び、7月27日にトレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍。ありがとうございます。